電池充電終わってますよ。マジか。さあ、ジュース買おうかな。ジュース買おうかな。いいですか。え、買ってみます。はい。あ、浜田さん、ここになるよ。ありがとうございます。あ、向こうから先食べなきゃ。お疲れ様でした。何が？何？三箇所あるよ。これ6周しかできない。何の話をするんだ。カラ。数ラジで目立たないように。え？あ、いや塗ったことでしょ？違う違う。白いのなんだ。違う違う。白かったのは白いループなんだけど、ああだこうだ言われるかもしれない。使っていいんだよ。使っていいんだよ。なんかそういう成功いけよとかね、言われるからちょっとパッと目立たないけど、ちゃんと報酬使えよとか言われるんだよね。全然、俺でかいですね。今ちょっと待ってて、言わないよ、もう。俺だけ言われる。目立たないようにくるくるついてそういうことどっかで受け言われるんだよそう、俺もそう思う俺もそう思う、何かね、言った後になんかな、なんで俺はこんなついこういうことをしてしまうんだろうってこっちに使ってもらうだけで俺皆さんもぜひ使っていただければって言っちゃえばダジョウクラゴシどうぞどうぞ、どうせみんなさ、エネループの会社の人だと思ってるから、俺は早いの知ってるから、ここの絶対の方が一番いい。俺はそれよりも早いと思ってる。分かってるかな。エネループは早いって言うんですよ。エネループだと中国製日本だよ。間違いなく日本じゃん。でかい。違う。エネループ今みんな中国製だったって。ほら。なんかでも最初の充電をね、太陽光発電でやってる優しい充電なんだ。坂本さん拉致られてる。そうなの？知らない。全然連絡ない。あ、辞めたんだよ、会社は。辞めたの？ここに来たんだ、一回。すげえ痩せて。え、マジですか？うん、相当つらかったみたいな。休めなかったって言ったから。で、若返って痩せたら、肌つうのよ。会社辞めたの？そう、見て、もう辛くて、年末辞めたって言った。まあね、まあでも社会経験というかしょうがないな、やっていかないと。極端におじさんか、極端に若い人しかいなかった。極端におじさんになって、おめえももうおじさんだろ、十分。極端に。はい、それではそろそろ時間になりますので、今年最初のレースですね。ナロークラス、エコロクナロークラス予備予選からスタートしていきます。はい、それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはヒグロード伊藤。はい、2人ともポンダ OK です。はい、それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。スタートはどこか。まあ、スタートは自由ですよ。あの計測ラインの前あたりで、まあ、計測ライン通ってから1分なんで、まあ、その辺からスタートでもいいですよ。どこでもいいですよ。それでいいですか。はい、それでは出走順、最初に日暮さん、続けて伊藤選手です
1分間ベスト2ラップ連続取ります。それではスタートします。レースを開始します。イグロードスタート、伊藤スタート。はい、2台がスタートしました。十分間通っていった方がいいと思います。さあ、まず日暮選手が10秒5、伊藤選手が10秒8。さあ、2周目に入ってきます。さあ、日暮選手がまずは19秒5、2周合わせてですね、いや、伊藤選手は19秒5、日暮選手が21秒0です。さあ、伊藤選手が2ラップベストを更新してくる、19秒38。さあ、伊藤選手19秒13、刻んできます。日暮選手はまだ21秒0、残りが間もなく10秒。さあ、伊藤選手18秒92。さあ、伊藤選手がまだ刻んでくる、18秒79。さあ、大時計1分経過しています。伊藤ゴール、はい、伊藤選手ゴール。2周の連続ベストが18秒79、日暮選手が21秒04でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。はい、続けて次は吉田選手、増田選手、ラスタ選手です。プラクティススタート、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは吉田 NM2 NAS ラスータナロウ。吉田選手 OK です。増田選手 OK、 あとはラッサさん。これでラッサさん、はい、全車ポンダー確認 OK です。はい、それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。出走順、吉田選手、増田選手、ラスタさんの順でスタートしてください。それでは1分間計測ラインを通ってから1分間になります。まあ、そこからでもいいけど、うん、吉田、増田、ラスタの順でスタートしてください。それではスタートします。1分間レースを開始します。吉田 MM2 スタート、 NAS スタート、ラスータナロウスタート。タイムは伊藤選手9秒39で回ると伊藤選手のタイムに並びます。吉田選手19秒5、増田選手10秒フラット、ラッサ選手が11秒。さあ、吉田選手がまずは18秒96、伊藤選手に次ぐ2番手タイム、増田選手が19秒9、3番手タイム、ラッサ選手が21秒9、5番手タイム。さあ、吉田選手も18秒96まで来ました。2周走ったあと 0.1 秒刻めば、トップのタイムに並んできます。増田選手は総合3番手、ラッサ選手5番手タイム。さあ、吉田選手が18秒81、まだ2番手タイムです。増田選手が3番手、ラッサ選手5番手タイム。さあ、まだ吉田選手2番手ですね。大時計は1分経過しています。吉田 MM2 ゴール、吉田選手ゴール、ラスータナロンゴール、レース終了です。マシンを回収してください。増田選手3番手、ラスタ選手5番手タイム。はい、それでは3組目、初田選手、斉藤選手、若松選手のヒートです。
これ若松弟さんの方ですね。あれ意外と綺麗に走ってたのにな。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは8N1 三塚 NM2 コソレンテイオウミノルホワイト。はい、斉藤選手 OK、 初田選手 OK、 あとは若松弟選手。さあ今2周のトップタイムは伊藤選手18秒79、これ1周に換算すると9秒39です。9秒392回揃えればトップタイム並びます。はい、全車 OK です。それでは準備ができたらプラクティス終了です。自信満々に初めの回復得意だよ。だって 毎月それでやってるんだから、ね。うん、はい、それでは出走順、初田選手、斉藤選手、若松選手の順です。それではスタートします。レースを開始します。 8N1 スタート。三塚 NM2 コソレンテイオウスタート。ミノルホワイトスタート。はい、全車スタートしました。まずは初田選手が帰ってくる。1秒7、斉藤選手1秒4、若松選手が10秒フラット。さあ初田選手が 2周目回ってきます。まず初田選手は松田選手の後ろ4番手タイム。斉藤選手が初田選手の後ろ5番手。若松選手が斉藤選手の後ろ6番手。さあ初田選手、松田選手のタイムを抜いて総合3番手。斉藤選手は5番手。若松選手6番手のまま。さあ初田選手がまだですね、3番手タイムです。斉藤選手は松田選手の後ろ。さあ初田選手がここで伊藤選手のタイムを破ってきた。総合トップです。18秒73。さあ斉藤選手も松田選手のタイムを抜き4番手に上がってくる。ここでおどけ1分です。 8N1 ゴール、ミノルホワイトゴール、選手ゴール。さあトップタイムを抜き返しました。初田選手がトップ、マシンを回収してください。4番手、若松選手が6番手でゴールです。さあ初田選手が9秒36で回ったか、計算になりますね。9秒36を2周続けて。さあ、4組目、関根選手、安田選手、若松選手のヒートです。コースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。関根選手コースをオープンします。出走ドライバーは関根太郎、ショーン、若松。若松選手 OK。 はい、全車ポンダ OK です。はい、それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。やべえ、 NSB 恐るべし。俺は NSB 使ってる。はい、出走順、関根選手、安田選手、若松選手の順でスタートしてください。 ASF の電波って早いっていう噂。はい、それではスタートします。関根、安田、若松の順です。レースを開始します。関根太郎スタート、ショーンスタート、若松スタート。はい、全車計測開始。まず1周目、関根選手が9秒8、矢田選手9秒7、若松選手が11秒0。さあ2周目入ってきます。まず関根選手が増田さんの後ろ6番手、安田選手が関根選手の後ろ7番手、若松選手が今11番手につけています。さあ関根選手がまだ6番手、安田選手7番手、若松選手11番手、40秒経過。
ここで関根選手、増田選手をかわし5番手タイムに上がってきます。安田選手が7番手、若松選手が11番手。さあ、まもなく時間です。安田選手がここで一気に関根選手をかわし、関根ナローゴール、4番手タイム。関根選手、若松ゴール、若松選手ゴール、レース終了です。マシンを回収してください。関根選手が6番手、若松選手が11番手。さあ、ここまで11名終わって、初田選手、伊藤選手、吉田選手、安田選手、斉藤選手、関根選手、増田選手、若松選手、日暮選手、ラスタ選手、若松選手となっています。はい、それでは最終組、釜尾選手、栗選手、猪俣選手、3名です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは釜ちゃん、栗、猪俣 NM に。さあ、トップタイムマークしたのは初田選手、9秒36で回った計算。栗さん OK です。浜尾選手、はい、全車ポンダ OK です。はい、それでは準備ができたらスタートします。プラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。出走順、釜尾選手、栗選手、猪俣選手の順でスタートしてください。それでは予備予選最終ヒートスタートします。レースを開始します。釜ちゃんスタート、栗スタート、猪俣 NM にスタート。全車計測開始しています。さあ、まずは1周目、栗さんが9秒5、釜尾選手13秒、猪俣選手10秒1。さあ、2周目入ってきます。まずは栗選手が若松選手の後ろか、いや、猪俣選手はこのヒートでは早い9番手タイム。栗さん10番手、釜尾さんが14番手タイム。さあ、猪俣選手がまだ8番手、釜尾選手が9番手、栗選手が11番手。さあ、栗選手が一気に安田選手の後ろ5番手まで来る。猪俣選手が7番手、釜尾選手が10番手。さあ、栗選手、まあ、おっと、猪俣選手が安田選手をかわし4番手タイム。さあ、まもなく時間取られます。このヒートでは猪俣、栗、釜尾の順。さあ、栗選手が猪俣選手のタイムを超えてくる、4番手。猪俣 NM にゴール。レース終了です。マシンを回収してください。栗さんが4番手、猪俣選手5番手、釜尾選手が10番手タイムです。以上で予備予選が終了です。この後予選の組み合わせを作ります。そうです、1回です、3分1回。はい、今予選の組み合わせを作ります。忙しいね。なんかお買い物、ああ、実はあるよ。売りには出しないんだけど。安定化さ、この下にさせる安定化なんですけど。ああ、あるね。これは取ったかな。そう、覚えてない。今ラインナップがなくて、在庫管理でしかなくて。ああ、そうなんだ。欲しいですよね。もしあるんだったら。ああ、なるほどね。了解。じゃあ、ちょっとそれは調べないと分かんないな。今あるんですか？ウォーマーはある。まだ値段計算してます。
はい、予選の組み合わせを今出します。3時40分から予選始めます。あれどっちだったっけ、初めてですね、同時スタートレース形式よいどん5分、3分、あ、3分一発1回少ねえな。山田さん変わります。あ、はい、じゃあ調べておきます。ちっちゃいですよね。うん、スカイ RC のやつは結構ちっちゃいんですか。スカイ RC の、ああ、わかんない、見たことない。うん、そうだよね、充電器みたいなね。うん、先輩も、うん、こんな感じでした、ね。そうだよね。うん、そうそうだと思います。あ、そう、あ、言ってたね。うん、全部君もだいぶ走るようになりました。あ、本当、うん、なんでなんか変えたの。全然早い、同じ今設定してるから。あと好みに行って、なるほど。普通のイメージで普通に走ってる。絶対何回か走った方がいいですね。争ったら、いやでも争ったらまずいことになるから、どう読んでるか。いや、俺は仲良く走ります。付き合ったら大変だもん。レースを勝ったら格闘技ですね。これだとやばいです。すぐこっち来てください。奇遇かなんかで。記憶が薄らいできたね。もうアクアライシア確かここ大きさ的にね。オスパークラスなら9秒切るかな。要はこれでも6時間切りかねない。8秒台でしたら、こっちも高くて。Gracias.
非常に危険です。店長が見せたら、はい、10秒間止まって、いいんじゃないの？ダメなの？恋じゃなくて。このメンバーだったら行きたかったんだけど、それにワイン行ってたんだよ。夜だ。夜だ。はい、お疲れ様です。今日は行かない。やってるやってないないから、その場合。常にだ。いつ誰が行ったって構わないところ。店長、次何時からですか？40分からです。でも行く可能性はある。店長、ここ、うん、今ショートカット可能だよって言ってたんだけど、ああ、乗り越えられたら、あの恋にやるんじゃまあダメだよ、あんな得なことないだろう、うん、あれで今他に比べると可能なのはここなんですか、それを短いのに使いして車高を上げる形をね、ないともう絶対することもない、まあ、ワイドなのかどうかはこけないでしょ、乗り越えてるの絶対今の状態で、うん、三角版が青いんやろと上から台がガチガチ本命じゃない、買ってくれば、うん、いや、そう、一番二番ね、可能ですよね、まあね、可能だし、あれを逆に短いの状態で車高を上げちゃう、そうだね、勝ってくれるか、そうしないと絶対振ることがないで、ちょっと動くようにしてトラクションをかかるようにして、で、繊細、あの、ね、動きだけはスムーズな、あんまり曲げないように、アジャストし始めるので、それが一番速いかもしれないので、ね、トラクションとにかく立たないでしょ、彼はね、立ち上がってるかもしれないけど、俺らのバリバリ握ったらもう、彼ここにはまだ4セラーなんだから、4セラー握った瞬間にここは、バリパスらしい、本当ね、気持ち悪いくらい加速しやがるんだよ、もうやだっちゃうんだよ、もうどんなスロットルなので滑らないようにしてる、滑らないはい、それではそろそろ時間になりますので予選1回目、予選1回しかないですね、スタートしていきます、プラクティススタート、ラスタプラクティス時間は2分です、ね、ここはコースをオープンします、出走ドライバーはミノルホワイト、ヒグロード、ラスータナロウ、若松。今日上位、予選上位5名は A 面確定します、じゃあ B 面からいかも、俺の国か、はい、若松選手、ダブル若松はポンダ OK、 ヒゲラ選手 OK、 15.03、はい、OK です、練習時間残り1分あります、12.23、22.33、だって5とか2つ出してあの順位だよ、おかしいって、
31.549.97 40.18 10.00 11.85 10.31 10.48 今だと3になります。553になります。10.38 10.03 はい、それでは時間になりましたので、12.3がグラフティス終了です。並べてあげてください、並べてあげてください。前から弟、初めてだからどこに並べた。ああごめん、そこストレートで貼ったんですか。白が貼ってあるのは予備のところなんで、白の次のところから。そうそう、はい、2番手側は日暮らしさん、2番手日暮らしさん、3番手ラスタさん、4番手が、お兄さん。はい、ありがとうございます。今日初レースということで1回スタート音練習で聞いてもらいます。予選は全部同じタイミングでスタートします。これ練習です。練習練習。レースを開始します。練習練習、これでいきます。よし、レース終了です。マシンを回収してください。それではスタートします。3分間の周回です。それではスタート、レースを開始します。さあスタート。さあ若松、兄がちょっと出遅れたか。もうその後ろから弟が来てる。弟日暮らしラスター。本当に初めての人みんな勘違いする。さあトップを走る若松、弟選手が9秒56、これがこのヒートのベストタイム。さあ前者が4周目に入っている。さあトップが弟日暮選手が2秒8にいます。そのすぐ後ろにラスタ選手。50秒経過。さあここで若松兄10秒38ですと。さあ2番手争いは日暮選手とラッサ選手、この差が1秒3。さあトップ若松選手がもう全車ラップの勢い、9周目に入っています。 OKOK。 さあ折り返しの1分30秒経過。若松選手が10周目から11周目に入ります。ゴール予想19周7秒から8秒。さあ一方日暮選手とラッサ選手、これが同一周回2番手争い、その差が3秒5。さあ大時計まもなく2分になります。残りが1分。ここで日暮選手9秒97、ラスタ選手が10秒フラット。さあ若松選手が14周目に入っています。ちょっとペースが落ちたか。ゴール予想18周と出ている。残り40秒。残り30秒。2番手が日暮選手、3番手ラスタ選手が2秒1後ろにいる。そして4番手が若松お兄さん。残り15秒。さあ残り高度計5秒。さあラスタ選手が日暮選手に迫ってくる。2秒切っています。ミノルホワイトゴール。さあこれ若松弟ゴール。
シグロードゴール、ラスータナローゴール、レース終了です。マシンを回収してください。日暮選手17周5秒、日暮選手が、ラスタ選手が17周7秒、若松 お兄さんが15周8秒でゴール。はい、それでは予選2組目、斉藤選手、関根選手、増田選手、釜尾選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは三川 NM2 コソレンテイオン、関根だろう NAS、 かまちゃん。はい、オンダーの確認からお願いします。はい、関根選手、釜尾選手、斉藤選手 OK、 増田選手も OK、 全勝 OK。 練習時間が残り1分半。11.44。 はい、いいですか。それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。前から斉藤選手、関根選手、増田選手、そして最後は釜尾選手。ごめんなさいって言っとけば。はい、ありがとうございます。スタートのタイミングはさっきと一緒です。練習なしで本番いきます。それではスタートします。レースを開始します。はい、スタートしました。さあ、予選の成績順でまずはスタートライン踏んでいきます。さあ、まずは先頭を走る斉藤選手がベストラップ9秒54。さあ、まだ3台が1秒3の中に入っています。さあ、釜尾選手がちょっとミスったが、ここで増田選手が9秒63、現在3番手のマシン。さあ、斉藤、関根、増田、これが1秒の中に入っています。トップ争い、釜尾選手が1秒7後ろで4番手。さあ、斉藤選手ミスだったが、トップは変わります。関根選手、増田選手が2番手、斉藤選手、そして釜尾選手。さあ、斉藤選手が再び2番手に上がってくる。増田選手に転倒があった模様。さあ、1分経過したところです。トップは斉藤選手に再び変わっている。関根、増田、釜尾ローダー1両の中に4台。さあ、折り返しの1分30秒、現在の予想だとトップを走る斉藤選手だけが19周という予想。さあ、斉藤、関根、増田、釜尾のオーダー。さあ、これベストを持ってきたな。3番手の増田選手9秒55。さあ、ワンツースリーが再び0秒7の中に入っています。3台、そしてこの3台がともに19周ゴール予想。2分経過、残り1分です。さあ、トップ争いが15周目に入っていく。まだトップ3台が0秒9の中に入っている。釜尾選手は現在4番手、残り間もなく30秒。おっと、釜尾選手と関根選手が転んでいる。これで増田選手が2番手に上がってきます。そして19周予想は前の2台、斉藤選手、増田選手に絞られた模様。残り10秒。
ここで釜尾選手がなんとこのレースの最高タイム9秒53をマーク。さあ、お時計まもなくスタートです。増田選手がトップタイムをマーク、9秒52。釜ちゃんゴール、関根選手、釜尾選手ゴール。いつかレース終了です。マシンを回収してください。斉藤選手がトップタイム19周7秒、増田選手が8秒、そして関根選手が18周0秒、釜尾選手が17周4秒でゴール。はい、それでは3組目コースオープンします。栗さん、猪俣さん、安田さんのヒートです。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはフリー、猪俣 MM2、ショーン。さあ、トップタイム19周7秒、斉藤選手です。はい、栗さんにしよう、 OK です。はい、全車ポンダ OK です。練習時間残り1分半。10.03。さあ、猪俣選手が練習走行で今日のトップタイムと全く同じタイム9.93、9秒53が出ています。おっと、9秒50。はい、それではスタートします。並べてあげてください。プラクティス終了です。前から栗さん、猪俣さん、安田選手。さあ、一発勝負の予選3分間です、それでは本番いきます。スタートします。レースを開始します。さあ、全車計測ラインを通っていきます。さあ、トップで帰ってきたのは栗さん、猪俣選手、安田選手。まず栗さんが9秒59。さあ、栗さんが9秒555、猪俣選手が9秒56、安田選手が9秒60、ベストです。さあ、栗選手が今日のレースの中の全体ベスト9秒50をマーク。さあ、猪俣選手がそのタイムを大幅に塗り替える9秒365。現在2番手のマシンが最速タイムを刻んでいます。トップ争いは0秒4。3番手安田選手が1秒6後ろにいます。さあ、トップ争いは0秒4。ここで3番手安田選手9秒59、ベスト。前2台と1秒7。1分経過。さあ、猪俣選手がついてくる。0秒2。さあ、1分30秒、折り返し地点を通過しています。トップ争いはずっと0秒2から0秒3。この2人が19周1秒か2秒でゴールしそうです。もちろんこのままいけばトップ1-2になってくる。さあ、栗選手はこれベスト9秒45。
ただ2番手を走る猪松選手が9秒36のベストを持っています。2分経過、残りが1分。さあ安田選手現在3番手ですが、総合では5番手ペース。残り40秒。さあトップ争いは0秒2。おっとここで安田選手、はい戻りましたね。残りが30秒。現在17周目を走行中、ゴール予想は19です。18周目に入ってくるトップ争い0秒2。残り15秒。さあこれで最終の19周目に入ってきます。その差が0秒1。安田選手9秒56ベスト。大時計はここで3分です。クリゴール、猪俣 MM にゴール。はい、レース終了です。マシンを回収してください。91秒、猪俣選手が2秒、安田選手が8秒でゴール。クリ選手トップ、猪俣選手総合2番手、安田選手が総合5番手。ペースが全然上がんないよ。はい、それで予備予選で成績が良かった3名による最終ヒートです。それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはハッチ N1、 伊藤、吉田 MM2。 はい、伊藤選手、初田選手 OK、 全車ポンダ OK です。練習時間残り1分半。10.08、 9.77。さあ上位5名は A 面確定。現在5番手につけているのは安田選手、19周8秒です。12.85、 10.64。 はい、それでは並べてあげてください。プラクティス終了で、前から初田選手、伊藤選手、吉田選手。はい、それでは予選の最終ヒートスタートします。レースを開始します。スタート打順で帰ってきます。初田、吉田、伊藤。初田選手が9秒40をマークしています。さあ吉田選手が今日の全体ベストタイム9秒316をマーク。現在2番手のマシン。伊藤選手3番手です。伊藤選手9秒52ベスト。30秒経過。さあレースは5周目に入ってきます。初田選手は9秒34。ゴール予想19周0秒と表示されています。この周、初田選手が20周ペースに上げてくる。吉田選手が1秒3後ろ。3番手伊藤選手が3秒後ろにいます。さあここで初田選手がトップタイム更新9秒232。ゴール予想20周。1分経過。あ、伊藤選手が さあトップ、初田選手、吉田選手が1秒2後ろにつけています。3番手が伊藤選手。さあ吉田選手も19周0秒ペースまでペースを上げてくる。折り返しの1分半。さあ初田選手が12周目に入っていきます。ゴール予想まだ20を保っている。吉田選手が19周0秒ペース。はい、ありがとうございます。さ
さあ突破率は1秒5の差です。大時計まもなく2分。さあ突破率が14周目に入っていきます。残り50秒。さあ初田選手このままいけば当然総合トップ、吉田選手も総合2番手ペース、伊藤選手が10番手ペース。さあここで伊藤選手9秒51。さあ残りが30秒、17周目に入っていく。突破率は1秒5の差、変わらず。残り20秒、残り15秒。さあ初田選手が19周目に入っていく。もう1周できるという計算。残り5秒。あーっと、吉田 MM スゴール、レース終了です。マシンを回収してください。吉田選手です。吉田選手です。初田選手は総合2番手、伊藤選手が10番手でゴール。最後の周でやるのはね、坂本と呼ばれます。本当にあの、吉田選手がすごい見せるね。見せるね。ダメだ。予選 T2 は吉田選手、2番手初田選手、3番手栗選手、4番手猪俣選手、5番手斉藤選手。ここまでが A 面確定です。斉藤さん5番手、あら入っちゃった。まあ、やるなぁ。もう素直に嬉しいって。なんか申し訳ないです。スタートでやらかしたと思って。次、言うって言ったのに。もうゆっくりこっち見てた。なるよ、なるよ。この路面はなるのよ。絶対フル加速しちゃうから。みんなやったやったすぐ見てたんで、うん、ギューって入れたら、それでもダメ、それでもダメ、俺の車がダメだった。多分あそこの路面が多分全部ダメだった。4時15分終電。はい、C メインは4時15分からスタートします。
いくらぐらいの大したことねえって体重以外だったら勝てる。やばい、それはやばいし。あいつ1コーナーだったら俺勝てるって言ってました。勝てる。場所だけだったら。呼び寄せはまぐれでした。いやいやいや、全然まぐれじゃないよ。そんなタイム出ない。今は？今はかな。このメンバーきついわ。すごいよね、本当に。半分、もう全員エスパート近い。予選結果 A メインなんか嫌な感じだよ、ものすごく。おかしいことになってるよ。ほんま何秒かね。来てよ来てよ。今月はまた。ああそうなんだ。まあ暖かくなってからだね。はい、暖かくなってから。寒いですか？あれ花粉症？花粉症の人はやばいらしい。やばいです。うん。あでも近くに宿泊の施設あるんですね。車で10分ぐらい。まあ、そこに泊まんなきゃいけないね。まあ、泊まった方がいい。オピラニエちょっと。オピラニエ。オピラニエ。これは普通のビジネスホテル。そう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 。じゃあ駅があるってことなんだ。そうそう、大雄山って駅がある。知らねえ、うん、知らないね。どこだし、何線ですかそれ。知らない、大雄山線。お、さすが。前にあの辺にオフロードレースコースがあったんですよ。大雄山、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 JR から近く。 JR ですか、コースは。コースはタイとかを借りてやるんですよ。やめなさい。ああ、ありますね。まあ、お盛んか。お盛んか。中心地だから。中心地だけど、駅を外れると思う。電車でしたね。電車でしたね。男優座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 。分かんない。男優座。男優座。JR だ。昔、有馬県で穴開けた男優座。私鉄です。出た。いらない。伊豆箱根線、たけんだ、確かに。神奈川県民なら伊豆急行。伊豆急行全部知っておかないけど。買いました。バッテリーですか、まだ。レース終わってからです。山本さん、秘蔵のバッテリー。秘蔵のバッテリー。何かあ、何だって言うの、ニセルのバッテリー。トレンキン。あ、高いやつじゃないですか。高いやつでしたっけ。なんか、もう一個あるんですよ、練習用みたいな。青いやつ。
あー、はい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 、あれファクトリー、ファクトリー運高、あ、それでいいんだ、それでいいっす、練習用で買いたいな。ヤムさんところ、ヤムさんのブランドでこれ出してるんだ、すっげー安いの、はい、1セル用のやつ、あれの2セル用ね、あれ欲しいですよ ね、2セルの。いや、店長あれどうやって作ったの、今さっきやる店長が入手してるのか、どこの5セルなんですかね、アメリアってことはなんか天然気がするけど、水缶水かんのトイレの水飲んだほうがいい。じゃあ飲めよ。いや、いいです。いいです。じゃあ飲めよ。いいです。いいです。あざあざーす。俺、味わかんない人だから、水道水も。この水も。いいんじゃないの。またぼやいて緊張感でもボロボロでしたよ。いや、俺黙ってやってただけです。触った時俺だいぶ騒いでました。これカップのレベル超えてるもん。カップ並みだよこれ。まあここは確実っすよ。確実にカップレベルが来てた。だってもう桑田さんと本当同類で、名本直樹君と同じタイプ。根本君のツイッターに入院中ですって書いてあったんですよ。え、なんで？若いのに、うん、若いのにって。若いのに決勝だけ違うみたいな。決勝のロスだけ違うみたいな。マジで？予想はこれと一緒。ああで決勝が日本やる。ああそんなこと言うの？根本これだよ。で、何、吉田君はもうカップには興味なくなっちゃった。カップ自体はちょっと、まあ、レギュレーション合わせるのあんまりお金使ってトップだ。もう一度経っちゃったから興味ねえんだね。俺らみたいに夢を追い求める人ないから。だってもう最初の横浜トップだし、そのままデリアも3位だし、おかしい。お立ち台だもん、もうおかしい。あ、もっと生まれた特殊技能だな。次のレベルにも上がっていいもの。でっかいの1回でいいからファイナリストになってからね、あ、引退したいね。せめてね。せめて。ここにファイナリスト。多分三つの地域には気が合えばいけそうなんですよ。あ、本当に今年よしみとか行こうと思ったんですけど、ちょうど夜勤とかもっちゃったりしてて。ミニツマスター出るやん、ね、はい、それでは時間になりましたので、 C メインの決勝レースから始めていきます。よいしょ。日暮選手、ラスタ選手、カマオ選手、若松選手、プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはカマちゃん、ヒグロード、ラスータナロウ、若松。4人です。日暮選手、ラスタ選手、カマオ選手、若松選手。カマオ、日暮、ラスタ、若松選手。はい、カマオ選手 OK、日暮選手 OK、全社ポンダ OK です。はい、それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。前からカマオ選手、日暮選手、ラスタ選手、若松選手。たまに急に遅くなるんですよ。
と日暮選手2番手、3番手がラスタ選手、4番手が若松さん。これまだ数えてないんだわ。次の買ってあるからどんどん買ってあるの。どんだけやりゃ、どんだけやりゃ。はい、それでは C メインの決勝レース6分間です。ランダムスタートになりますのでフライングに気をつけてください。それではスタートします。レースを開始します。はい、フライングなし。さあまずはラスター選手が遅れてきたようだ。日暮選手も通ってますね。トップで帰ってきたのは鎌尾選手。ただ2番手の日暮選手の方がタイムが出ています。3番手が若松選手、4番手ラッサ選手。さあ鎌尾選手がトップタイムを奪い返す。このヒートのベスト10秒0をマーク。ラッサ選手が10秒8、現在4番手。鎌尾選手が1人9秒台、9秒78。若松選手が10秒50ベスト、ラスタ選手が10秒62ベスト。さあ日暮選手も10秒フラットまで来る。トップ争いは釜尾日暮、0秒9の差。さあ釜尾選手が9秒666をマーク。2番手日暮さんとの差を1秒3に広げています。さあ日暮選手ベスト9秒台入れてきた。9秒95、トップ争いは1秒4です。3番手若松選手が4秒、4番手ラッサ選手が3秒5後ろ。1分経過。さあ、決勝レースは6分間です。トップゴールした選手が B メイン勝ち上がります。現在その権利を持っているのは釜尾選手、9周目に入っています。日暮選手が2番手1秒7後ろにいる。若松選手3番手のマシンが10秒42ベストマーク。日暮選手9秒78。さあ1分40秒経過。若松選手の後ろから来るのがトップのマシン。はい、ありがとうございます。さあ2分経過。さあラスタ選手が3番手争い、若松選手の3番手争い、1秒6の差。さあ一方トップ釜尾選手は日暮選手に4秒近い差をつけています。計測ラインを通り15周目に入っている。2分30秒になるところ。さあそして若松選手とラスタ選手の3番手争い、ここが近づいてきた。1秒3。さあ明らかに差が詰まっている。一気に1秒差まで来る3番手争い。さあ日暮選手は単独2番手、トップまでは8秒。3分経過、折り返しです。さあこれベストを持ってきたのは若松選手、10秒24。さあ3番手争い前、あっと若松選手が転倒、その横ラスタ選手が抜いていく。3番手ラスタ選手、4番手若松選手。さあラスタさんの後ろからトップ加門選手が来ます。3分30秒。さあ加門選手が23周目に入ってくる。ゴール予想は37なのであと15周という計算。はい、ありがとうございます。ラスタ選手がきれいに加門選手を行かせました。さあラスタ選手が3番手、若間選手が2秒3後ろにいます。まだ諦めない。4分経過、残り2分。さ
坂本選手が27周目に入っていく。残り10周。鎌尾選手はすでに全車ラップしてます。残り90秒。ラッサ選手は若松選手と3番手争いですね。3秒3差。ラスタ選手は前日暮さんまで8秒。さあ、お時計は5分になります。残りが1分。さあ、現在4台の中で同一周回で争っているのはラスタ選手と若松選手、この3番手争い。残り45秒。さあ、残り30秒。さあ、鴨尾選手が勝ち上がり決めてきそう。残りが20秒。2番手が日暮選手、3番手ラスタ選手、4番手若葉選手。残り10秒。残り5秒。大時計はここで6分。ハマちゃんゴール。ラスータナローゴール。ヒムロードゴール。残りは若松選手。はい、これで試合終了です。マシンを回収してください。勝ち上がりで36周2秒。日暮選手34周4秒。ラスター選手が33周4秒。若松選手は33周10秒でゴール。では鎌尾選手は B メインの用意をお願いします。はい、それでは準備ができましたら B メイン決勝レース始めていきます。増田選手、安田選手、関根選手、若松選手、伊藤選手、鎌尾選手。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーは MAS ショーン、関根ガロー、ミノルホワイト、伊藤、かまちゃん。はい、伊藤選手 OK、 増田選手 OK です。安田選手も OK、 関根選手 OK、 鎌尾選手 OK。 はい、全車ポンダ OK です。練習時間残り1分。9.86。はい、それでは並べてあげてください。プラクティス終了です。1番前から増田選手、2番手安田選手、3番手が関根選手、4番手若松選手、5番手伊藤選手、6番手鎌尾選手。はい、ありがとうございます。
それでは B メインの決勝レーススタートします。ここ誰か回しでいいですか。お願いします。すいません。それではスタートします。ランダムスタートオンです。レースを開始します。はい、OK です。若松選手の鎌尾選手がちょっと遅れたか。増田選手、安田選手、関根選手、伊藤選手、ここまでがまず一つの集団。5番手に若松選手、6番手に鎌尾選手。さあここで4番手を走る伊藤選手がベストタイム9秒48をマーク。さあ4番手までが1秒3の中に入っている増田、安田、関根、伊藤、そして鎌尾選手が若松選手を捉えた5番手争い。さあトップを走る増田選手がトップタイムをマーク9秒45、シルバーのマシンです。そのすぐ後ろにもう2、3、4番手が連なっている。さあレースはさあ伊藤選手が2番手に上がってきた模様ですね。トップは変わらず増田選手です。伊藤選手が2番手に上がるがその差が2秒。トップ争い3番手安田選手、4番手関根選手、若松、鎌尾と続く。さあトップを走る増田選手ペースかなりいいです。2番手伊藤選手と前のラップ0秒2下がる。さあどんどん差が広がってくる。トップ争い1分30秒。さあトップが今計測ライン、2番手が今計測ライン2秒2の差。若松選手の後ろから来るのがトップです。さあトップを走る増田選手、MRW では久しぶりのレース、現在トップです。13周目に入っています。ただ2番手伊藤選手も、スイッチ入ったか。どんどん差が詰まってくる。1秒4。さあトップ争いは15周目に入っていきます。伊藤選手は一気に詰めたか。1秒切ってる。0秒9。3番手が安田選手、4番手関根選手、若松、鎌尾と続く。増田選手がベストタイムを更新、9秒445、2分30秒。さあ2番手に安田選手が上がってくる。3秒3トップまでの差。さあ増田選手はしばらくクリアラップ続きそうです。安田選手が3秒5の差、関根伊藤がすぐ後ろ。さあ関根選手が3番手まで再び上がってきます。前に安田選手が見える。そして関根選手の後ろが4番手伊藤選手。3分経過、折り返しです。3分15秒。さあこれベストは安田選手9秒442。このヒートのベストタイムをマークしました。2番手のマシン、トップとの差が3秒2です。その後関根、伊藤と続く。3分30秒。さあ増田選手が今ストレートをヘアピン抜け計測ライン通ってきます。24周目。安田選手がトップと同一、3秒2の差。そして関根選手と伊藤選手の3番手争いがぴったり。おっとここで増田選手1回ミスったが順位に影響はない。ただ安田選手が1秒9。おお悪いよ。さあ安田選手がトップを詰める。1秒5の差。じゃあ譲ってんだよ。さあ関根選手後ろから来るのがトップ。はい、ありがとうございます。4分20秒。さあ鎌尾選手の後ろから来るのがトップの増田選手、そして安田選手も近づいてきている。
その差が1秒4トップ争い。さあ現在トップのニディアが29から30周目に入ります。残り7周という予想。4分45秒さあトップ争い、増田安田の差が1秒1です。3番手伊藤選手、4番手若松選手、関根選手、あ、釜尾選手、関根選手と続く。釜尾選手はここでベスト9秒61。残りが50秒。さあトップ争いがいよいよ1秒切ってくる。0秒9、残り40秒。2番手のマシンがミス。残りが30秒。坂本選手の後ろから来るのがトップのマシン。残りが20秒。さあ36周目に入ります。あと1周、残り15秒。残り10秒。さあトップのマシンが最終周に入ってきます。安田選手が3秒9後ろ。ここで6分。ミノルホワイトゴール、カマちゃんゴール、MAS ゴール、ジョンゴール、安田選手ゴール、あと伊藤選手、改善者ゴールです。B 面優勝は増田選手、 A 面勝ち上がりです。2番手が安田選手、3番手伊藤選手、若松、釜尾、関根という結果でした。レース終了です。マシンを回収してください。はい、それでは増田選手 A メインの準備をお願いします。ああいうのをファイナリストって言うんですか。はい、これ A と、はい、C と、はい、それではこのレース最後の、レース A メイン決勝レース、吉田選手、初田選手、栗選手、猪俣選手、斉藤選手、勝ち上がってきた松田選手の6名。それではコースオープンします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは吉田 MM2、ハッチー N1、フリー、猪俣 MM2、三川 MM2、コソレンテイオウ MAS。 はい、それではポンダーの確認からお願いします。はい、増田選手、斉藤選手 OK。 吉田選手 OK、 初田選手 OK。 栗選手 OK。 全車ポンダー OK です。練習時間残り1分。 9.55、19.70。10.38、12.04。どういうセルフなんだ。
はい、それでは並べてあげてください。プラクティス終了。前から吉田選手、初田選手、久里選手が3番手、猪俣選手、斉藤選手、最後が増田選手。おいった、ギリセーフ。はい、それではスタートします。A メイン決勝レース6分間です。フライングに注意してください。それではいきます。レースを開始します。はい、OK。危ないんだって、本当に。本当本当。吉田、初田、クリーノ、また増田選手が1個こちらアップしてますね。初田選手が全体ベスト9秒57をマーク。さあ、吉田選手が嘘やろ、マジかよ、それこけんの。さあ、一気に最下位まで落ちる。さあ、初田選手、クリ選手、初田選手がベストタイム9秒46。クリ、イノマタ、増田、斉藤、最下位の吉田選手が全体ベスト9秒46をマーク。初田選手がすぐにそれを塗り替える9秒30、これがベストタイムです、このヒート。さあ、トップ争いは初田選手とまず栗選手、ここが0秒4、猪俣選手が3番手、増田、斉藤、吉田と続く。さあ、吉田選手がベスト9秒350、前、斉藤選手との差を詰めていきます。猪俣選手9秒41、3番手、前2台とは1秒4。さあ、栗選手に猪俣選手がぴったり、これが2番手争いです。さあ、一方、初田選手が今計測ライン2番手栗さんとの差が2秒に広がる。増田選手9秒43、現在4番手。さあ、栗選手と猪俣選手、これは予選でも見られた対決。猪俣選手ペースがいい、なんとか前に行ってトップを追いたい。0秒3の差です、2番手争い。ここで5番手吉田選手が全体ベスト9秒28。吉田選手は斉藤選手をかわし1つポジションを上げています。5番手です。2分経過。さあ、トップは変わらず初田選手、2番手スタートから現在トップを走っています。栗選手と1秒5の差をつけている。猪俣選手が0秒2で3番手、4番手松田選手、5番手吉田選手、6番手が斉藤選手。さあ、松田選手の後ろに吉田選手が来ました。ここでベスト9秒27。増田選手が4番手のマシンがこのヒートの全体ベストタイムを出しています。9秒27。あれ、新年一発目のレース勝った人は新年会のおごりでしたね。2分40秒経過。さあ、吉田選手が増田選手をかわしてますね。4番手に上がってくる。さあ、吉田選手は次は猪俣選手です。3番手争い。その差が1秒2。吉田選手9秒28ベスト。さあ、初田選手が20周目に入っていく。栗選手と1秒7の差をつけている。3分経過、折り返しです。さあ、猪俣選手の後ろから吉田選手が迫ってくる。0秒9。ここで吉田選手が9秒241、このヒートの全体ベストタイム。さあ、斉藤選手後ろから来るのが現在4番手の吉田選手。さあ、2番手争い、栗、猪俣、吉田、これほとんど差がない。3分30秒。さあ、レースは25周目に入っていきます。初田、栗、猪俣、吉田、これが2秒5の中に入っています。さあ、2番手争いが近い。4分経過、残りが2分です。おお、ごめんなさい。チャレンジ
下が失敗、猪俣選手が3位を守っています。初田、栗、猪俣、吉田のオーダー、そして増田、斉藤と続く。さあ29周目に入ってきます。栗選手はここでベスト9秒39、トップと1秒6、斉藤選手9秒45、現在6番手。さあ4分40秒、さあ2番手栗選手と猪俣選手はずっと0秒2から3ぐらいの差で争っています。4番手吉田選手が3秒後ろ、5番手増田選手が0秒9、6番手が斉藤選手。残りは1分です。残り50秒、さあ突破争いは1秒、ちょうど1秒です。八田さんがお気に入ってですよ。内心バクバクです。残りが40秒。ドラマを演出してるさっきそういえば最後の1周ね。悪夢が。さあ残りがちょうど30秒、レースは36周目に入ってきます。ゴール予想が38。いい、ゆるくね。さあトップ争いは1秒前の周だったが、この周0秒8。さあワンチャンあるのか。残りが間もなく10秒、もう1周です。これが最後の周。もしや残り5秒。もしや高度計はここで。1回 NN2 コソ連帝王ゴール、 NAS ゴール、 HN1 ゴール、フリゴール、レース終了です。マシンを回収してください。優勝は初田選手です。2番手が栗選手、3番手猪俣選手、4番手吉田選手、5番手松田選手、6番手が斉藤選手。ごちそうさまです。すごい。今日塚田農業が出てきた。これ財布入っちゃって。あれ飲んだ。吉田が通みず。あれ後ろも乗ったんで多分タイヤ。後ろも多分乗ったんで。ちょっと。しかもこうなっちゃっただけに時間ロスが大きかった。じゃあ写真撮ります。写真撮ります。誰も勝てない。誰も勝てない。誰も勝てない。頑張ってる。吉田君が表彰台を逃すんだから、どんだけ誰だけになるワンミスでゲッビリだもん。そういうレースよ。はい、もう今年の終わっちゃったじゃん。全員並べてください。あと端っこの端っこの表彰台どころか A メイン入るの最後。はい、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 
4番手が吉田選手、松田選手、斉藤選手。ベンチがないです。おめでとうございます。ここだな。4時48分。なんでそんな細かいの。今じゃない。今じゃない。まだ見られない。ヘッドだけど、これからまたワイドだ。まだ結果は同じだ。そうはさせないよ。決勝もできた。ワイドのレースは5時10分を目標でやってきます。あ、はい、何でもないです。